大丈夫？ちょっと私ん家に来てもらえないかな。ありがとう。それじゃあ待ってるね。先生、来てくれたんだ。ありがとね。これ、試験の結果が返ってきたの。ごめんなさい。本当は一緒に見ようと思ったんだけど、先に見ちゃった。あのね、先生。私、信じらんないくらいいい成績だったの。もう大丈夫だよ。私、部活やめずに済むよ。ほんと信じらんない。私、いつも補習ばっかりで。友達にも先生にもバカだなって笑われて、勉強が嫌いだったはずなのに、たった一週間で、この一週間辛いこともあったけど楽しかったし、本当に頑張ってよかった。ありがとう、先生。頑張れたのは、先生と一緒にいて楽しかったからだと思う。先生と出会ったのが一週間前だったなんて、信じらんない。なんだか不思議だね。ずっと長い時間教えてきてもらったような、そんな感覚だったよ。ずっと。実はね、さっきお母さんと話したの。先生、夏が終わってもずっと私を教えてくれませんか？私、教えてもらうなら他の人じゃなくて先生がいい。先生さえ良ければだけど。本当？先生、ありがとう。私の先生でいてね。先生のサポートができて嬉しいです。
先生が今回残した結果は本社でも特別に記録されると思います。今後いろんな場に引っ張りだこになるかもですよ。今回のことに浮かれず、これからも愛情いっぱいの良い家庭教師として頑張っていきましょう。ではまたいずれ。先生ありがとうございました。